おはようございます。今日も来ます。意識低い系普段着物のラルです。お久しぶりです。こんにちは。はい、今日はゴールデンウィーク明けでボケてます。だいぶボケてる。そう、朝からね、出かけようかなと思ったりしたんだけど、家は荒れ果ててるし、ちょっとね、ご近所でお引越しがあって、お引越しトラック止まってたりするから、車もね、ちょっと出せなかったので、はい、家事をして家にこもってました。で、外すっごい暖かいんですよ、日向とか。ただ、朝夜と、あと家の中に日が当たってないとか、ちょっと肌寒いので、少し暖かい着物を着ていこうかなと思います。でね、襟新今日は入ってないです。ふにゃふにゃです。脱いてるけどね、一応襟はね。そんな感じで、まあ、いつも通りスズロベルトで留めてます。はい。で、着替えていきたいと思います。よいしょ。今日着る着物は、この子。よいしょ。さつまいも色のかすりちゃんです。かわいいかすりちゃん。本当はね、外がもう20度ぐらいあるから、合わせ白にしようかなと思ったんだけど、朝晩寒いからね、この子にしました。よいしょ。ちょっとね、だるいから、着物じゃなくて洋服にしようかなと思ったんだけどね、着物着ることにいたしました。はい。スズロベルト目当てです。スズロベルト目当て、どういうことかっていうとですね、あれです。PMS っていうのかな。こう、生理前のね、体の症状が結構ひどくなって、1年ぐらいね、着物着ないで生活しだして、やっぱ腰回り冷やしてるせいなのか、足元とかね、腰回りがやっぱスースーするせいなのか、結構ね、冷える感じがするんですよ。で、そうすると、生理の下手したら2週間前ぐらいからね、なんか、こう、下っ腹ズドンって重い感じとか、こう、胸の大きさ関係ないと思うんですけど、胸が張る、すっごい痛い。特にこう、動くときとか、座って立ち上がるとか、あと横になってて起き上がるとかね、そういうときに結構ビキッっていう痛さを感じるんですよ。なんだろう、一番近いのは、授乳してて、こう、乳が溜まってパンパンになった感じ。ああいう感じに見られるんですよ。私今も授乳もしてないのに、なんでこんな目に遭わないといけないんだっていうぐらい結構痛い目に遭ってて、それでね、スズロベルトで支えたらちょっとマシなんじゃないかと思ってね、ちゃんとホールドしてくれるブラとかをすればいいのかもしれないんですけど、私今ブラトップ以外に全てのブラを手放したので、ホールドしてくれるものがないのでね、少しちょっと胸をホールドしたくて、その痛み対策に。それでね、ちょっと着物を着ることにしました。でね、腰紐の代わりにね、こんないいものを手に入れたんですよ。これ。なんて言うんだろうかな。これ。ウエストベルト。着物の腰紐代わりのゴムみたいなやつですね。これをね、気になってたら、たまたまね、持ってらっしゃる方がいて、知ってる方に。そしたらね、貸してくださったんですよ。試しに使ってみて、使い心地が良かったら買えばって言ってくださってね。そう、お借りしたんです。ちょっとね、まだ何回、2、3回しか使えてないから、上手に使えるか分かんないんだけど、しかもこれ結構丈が短い着物なのでね、どうか分かんないんだけど、ちょっと使ってみようと思って。でね、これだと私、着丈がね、長い着物が多いので、こう、ここの前をね、ずるずるずるっとこうずらせば、着丈ね、短くできるんだよ。おはしょりがベロベロ状態からね、解放されるの。で、めっちゃいいじゃんと思って、これをお借りしたんですよ。そしたらね、貸してくださってありがとうございます、本当に。着付け小物ってね、結構一個一個試してみたいんだけど、実際に売ってないので、それだけ買うとね、結構送料がかかっちゃったりとか、あと、チリツモでね、結構かかるんですよね。買ってみて合わない、ダメだったの時のね、結構痛みが大きい ものなので、貸してくださる方がいらっしゃるとね、試せるので本当にありがたいんですよ。そう。あと人によってね、合う合わないもあるので、使い心地、使い勝手が合う合わないもあるので、そこに関してもね、そう、試しにちょっと使ってみたらどうって言って、快く貸してくださったので、本当にすごくね、助かって。で、楽。締め心地っていうか、特に私、椅子に座って過ごすことが多いので、そう、椅子に座ってる時の圧迫感とか、もちろん腰紐でもそんな感じないんだけど、それもそんなにないし、あとなんか、それこそ
PMS でちょっとお腹張ってる感じするな、しんどいなっていう時も、これだとね、お腹うっ血するような、なんか変な感じもしないから、楽で、お腹張ってるっていうか、ちょっと下腹重い感じがする時もね、すごく助かってます。これはね、注文しようと思ってます。貸してくださった人にお返しに伺わないといけない そう。ゴムね、やっぱゴムって偉大だよ 特に私、ゴムウエストの服とか、そういうのばっかり着てるから、本当にゴム楽。紐のもの着ないもんな。紐っていうか、お腹がビヨビヨしないもの着るって言ったらジーンズぐらい。あとスウェットとかね、ジャージ、が多いからかな、そんなに。デニムぐらいじゃないかな、本当に。アウトドアウェアもね、結構お腹がゴムになってて、こう、ついでに紐がついてるようなのが多いので、そういう意味では、よいしょ。こっちの方が着慣れてるというか楽ですね。オッケー。あれ、おびいた逆に近かったな。間違えちゃったかな。やっぱりね、ちょっと襟芯を入れてないから、胸周りがダブダブする感じはするけど、でもここにね、何か今日は当たるとね、嫌だなっていう感じがあるので、ちょっとゆったりしてた方がいいかな。帯どうしようかな 帯どうしようかな。帯はもう一重帯にします。多分ね、夕方にはもう取っちゃうんで、子供たち帰ってくるぐらいには取っちゃうんでね、一重帯軽めにしておきたいと思います。ペラ帯ね、ワイマルシェに結構出てるんですよ。私が買ってるのもワイマルシェで買ったのがほとんどで、前々回かな、行った時もワイマルシェでペラ帯出てたし、その前に行った時もペラ帯が出ててね、もし千葉の方でペラ帯探してる方いらっしゃったらね、ワイマルシェでいい出会いがあるかもしれません。よいしょ。結構ね、半幅帯ね、ある時は可愛いのが結構あるんだよね。素敵な感じのが多いですよ。よし。あ、なんか短そうな気がする。帯が足りない感じがする。よいしょ。よいしょ。よいしょ。本当にね、お腹周りずっと冷やしてた。1年間ね、洋服でもこう下になんか履いたりしてあったかくしてるつもりだったんだけど、やっぱりお尻周りがどうしても冷えてたんだろうね。1年経って。ほんとここ1、2ヶ月、ものすごくなんか PMS 症状っていうか、そう、お腹がなんかね、重たくなったりとか、胸が張るなっていう感じが結構出てくるので、もう少しね、だんだん時間の余裕も出てきたから、ちょっと着る回数をね、増やしていこうと思います。暑くなってくるんだけどね。暑くなってくるんだけど、今週は何度になるのかな。千葉は25度ぐらいになる日が、あるっぽいんですけど、ちょっとね、お家の中は涼しめなので、ちょっと着ようかなと思います。よいしょ。なんかについてるかな？ OK。今日はこんな感じで、帯締めもなしです。ちょっと、帯板したからいいやと思って、ゆるっとしておきます。ね、はい。ねえ、あれでもよかったかな？こういう、ここにあった。こういうのでもね、よかったね。こういうのでもね、これはつくようびのこの巻くとこですね。これでもよかったかも、今日は。これにしてもよかったね。こういう時にこういうなんか、お家にいるだけでちょっとだらんと過ごしたい日に、こういうのは便利です。楽ちん。あとはこういう系で見たことあるのは、すごい太い伊達締めみたいな、こうマジックテープペッてるやつ。あれもすごくいいなと思いますね、お家着物の日は。はい、そんなわけで、
と、時計が見えない めちゃくちゃ着替えは早く済みましたね。はい。よし。ね、朝晩とちょっと気温差が激しいし、今日朝はほんと寒かった。寒くて目が覚めたんだよね。夜もなんか寒くなった。昨日はね、すっごい暑かったし、私が半袖短パンで、昼日なんか暑い暑いって言ってたぐらいだったから、そうなんですけど、ちょっとね、気温の差もまた出てきて、4月並みだったのかな、昨日、一昨日ぐらいは。そんなね、日も出てきたり、九州、私の実家の方ではもう梅雨入りしたりとかね、してるから、割とちょっとまた大気不安定なのかな。ね、気温差で風邪ひきやすくなったりとか、冷えすぎちゃったりしやすくなってると思うんですけど、ちょっとね、体で大事なところは温めるようにして過ごしていきたいと思います。はい。最後までご視聴ありがとうございました。なんだっけ。あ、コメントと高評価ボタン、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。